の参考書はすごいやっぱ独特なんですよ、はい、独特どんなところですか、うん、もう世界観というか世界観語り口というか話す内容も、はい、まあ、難しいし、はい、武田塾チャンネル。新キャラ登場ということでですね、はい、はい、ぜひね、これからまたね動画出てくるんで、皆さんね関係していただければと思うんですけれども、では自己紹介お願いします。はい、はい、皆さんはじめまして、武田塾お茶の水本校で校舎長をやっております天海智隆と言います。雨に書いて天海先生ですね、はい、まあ、皆さん一発で覚えちゃうんじゃないかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、天海先生、はい、今回の質問はですか。今回の質問はですね、うん、中森先生に質問です。はい、中森先生的に絶版になってしまった参考書の中で、うん、オークションなどで手に入れてでも今でも生徒に使ってほしいと思うような参考書ってありますかと。あー、なるほど。なかなかマニアックな質問が来ましたね。絶版、はい、まあでも大体は改訂が出るから、そうですよね、完全な絶版っていうのは、うん、要は、ね、売れてたら普通は絶版なかなかしないわけじゃないですか。そうですよね、うん、漢文、僕のお気に入りのでその漢文の田中裕二の早覚え即答って参考書があるんですけど、うん、あれ僕が受験の時8年ぐらい前にも普通にありましたからね、うん、そこは改訂重ねて、まあ、今もルートに入ってますしね。そうです、はい、あれも自分たちが受験生の時から使ってるやつですから、ね、ああ、やっぱそうですよね、人気があるものってのはずっと改訂されますよね、うん、はい、だし、そのなんていうかメジャーなやつだったら、はい、大体その似たようなのは出るじゃないですか、うんうんうん、だから確かに、うん、正直そのなんていうかそんなにないんですよ、なんていうかこの参考書じゃなかったらみたいな、はい、あ、なるほど、うん、だからむしろ欲しいのは消えたての参考書なんですよね。消えたて、消えたてでそれしかなかっただろうみたいな、はい、あ、うん、なかなかその条件満たす参考書って出ないんじゃないですか。一冊あるじゃないですか、シュートに入ってて消えてしまって自分が本当に絶版にならないでほじてきたけど絶版になっちゃった参考書がありますよ。何ですか。英文解釈予約成功ですよ。ああ、そうなんですね。あれは本当になくならないでほしかったんですけど。あれ絶版なんですか今。絶版ですよ今。 Amazon レビューとかの値段で結構高かったですよこの間見た。上がってるんですかね、うん、だからそういうのはちょっと、はい、っていうのがありますね、はいはいはい、あとですね、まあ、同じくその新課程でちょっと今なくて、あの出てほしいなっていうそれを期待しているものとしてはですね、あの完結センター地学ですね。地学、田中先生の出た地学、地学マスターも一押しのこちらですね。地学は参考書自体が本当に少ないですよね。その中でもすごい使いやすかったからぜひねこれはっていうのはあるんですけど、で古い参考書だとそこまでなんかこれじゃなきゃっていうのはないんですけど、ただ唯一、はい、やっぱり先生が独特で、はいはい、まあ、この先生しか出さないだろうみたいな色があるやつで自分がぜひ、ね、読んでみてほしいなって思うのが、はい、ハイベーシック英熟語っていうですね、ハイベーシック、東進の永田達蔵先生の参考書なんですけども、永田達蔵先生っていうのは自分たちが、自分や塾長が当時受験生だった時にやっぱりめっちゃ難しい英語 その先生として結構有名な人だったんですけど、そうなんですね、この人の参考書はすごいやっぱ独特なんですよ、はい、独特、どんなところですか、うん、もう世界観というか、世界観、語り口というか話す内容も、はい、まあ、難しいし、はい、受験にいるかぐらいのことまで話しているような内容なんですけど、読み込むとすごいやっぱり面白いっていうもので、ただ受験生いるかと言われると、はい、別になくてもいいんじゃないかなとは思うんですけど読んでみてほしいかなとは思うんですよね。そうなんですね、うん、ただ実用面ということで言うとやっぱり最初に言った英文解釈予約成功、うんうん、まあ、要約の問題で短い文章が結構あるやつと、あと田中先生の、完結センター地学、なるほど、うん、まあ、数少ない地学の中でもかなり使える一品だったあれで、はい、非常にまあ、絶版だから買う必要あるかって言われるともう結構高いし、地学の方は、ね、はい、範囲自体がちょっと違っちゃってるから使いづらいかもしれないんですけどね、うん、なるほど、そのあたりがちょっとおすすめだったってことですね。そうですね、はい、はい、ありました。で今回の質問は以上です。はい、大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます、イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね、早慶、Gマーチ、カンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立、こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、
を、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております。最寄りの校舎でですね、ぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。